ついに始まるんだ。血湧き肉躍る欲望と創造の祭典、その時が。僕がどれほど今日という日を待ちわびたか。さあ相まみよう。次元を超えた盟友たち。それはあったかもしれない世界線。ビッグレンズのソシャック面です。王の生まれ変わりの僕が奴らの陰謀を華麗に阻止、欲望が陰謀へと変貌するとき、少女の瞳が神話の扉を開く。ここがめちゃくちゃ韻を踏んでる感じがいい。めちゃくちゃ欲しいなっていう感じなんだけど、これ期間限定でもなんでもないみたいだね。ストーリーボイスもね、追加されましたと。チャレンジ、あーいいですね。ボイスがなかったんで、ボイスが追加されると。今日もね、からかわれに来たぞ。で、えげつない数字になってんな。勝利のメダルが2041枚溜まったんで、このメダルで早速ね、この辺みんなちょっと交換していこうか。これ前回のね、去年もあるんで、もう関東続くやつあるんだけど、だから構うことない。全部よこすんだ。で、これもね、全部。これ全部でいいね。全部。これなんだろう、フィット専用か。全部よこれ。で、早く専用。ちゃんとこれ、原作に出てくるキーアイテムなのがいいね。オーバーリータコン、もちろん全部だ。全部1個しかないか。1個しかないか。そうかそうか。で、ジェムも、まあ、おすすめって書いてあるから全部交換してくれ。とりあえず全部交換してくれ。そう、この辺はもうね、ひたすら全交換の時代なんで、ここはね、もうサクッとカットして、サクッとカットされることでしょう。結構編集するときに時間かかってる主な要因、このね、全交換だ。主な要因、全交換ってやばいな。回復代も140個くらいだったのに、やっと80個くらいになったんで、結構ね、やらない時間があるとそうなっちゃうね。カーチップがまずこの時点でさ、がっつりもらえるわけじゃん。で、さらに、この辺のね、なんていうの、ここ一番上からやっても絶対間に合う数だな。この全部交換しようぜ。マギアチップ全部だ。マスタージェムも全部横で。これも全部だ。もうなんか全部横しても大したわけじゃないんで、バンバン交換してくれ。で、とんがり系もね、あ、もうとんがり128個とかやばいな。このさ、なんだっけ、おはぎに当たってはもう800個になってるからね。おはぎ800個って結構サボってるのバレちゃうな、これ、ね。サボってるよね、もう。こんなにいっぱい黄色もあるしさ。70個あるんだぜ、だって。激怒のとんがりってさ、結構さ、減る、枯渇しやすいアイテムなんだよね。それが70個もある。つまり精神強化をしていない。そうなのさ、精神強化が結局、やる暇がないというか、やる暇はなくないんだけど、結構誰を育てたらいいかなっていうのがちょっと考えあぐねているというか。結構ね、いろんなキャラのいろんな精神強化があるんで、迷いどころではあるんだよね。そう、素材も限られてるし、精神強化をするときの、なんていうの、枠も60個までしかいけないんだよね。ただ、必然的にそこで、なんか偏りが出て、結構すぐなくなっちゃうんだけど。そう。そろそろね、精神強化の枠が、なんか解放されたりとかしたらね、やばいことにまとまりそうだな。まだそれは先だと思うけどね。今の段階でそれやっちゃうとさ、まだちょっとキャラが出揃ってないというか、その精神強化が出揃ってないのに、そんななんかさらに強くするやつ出ちゃうと結構ね、なんていうのかな、バランスとか差が出ちゃうからね。これからやった人とかと比較して。なので、結構いろいろ喋っててもまだあるからね。これって結構さ、みんなやっぱこまめに交換してるらしいよね。そう、なんか途中で交換したくならないんですかって、なんか質問されたんだけど、そう、なんかね、途中で交換するのが逆に嫌なんだよね。最後にね、一気にこのね、なんて掴みかける感じで、おかしいぞってこの、三玉さんが俺さ、あ、全然買いに来ないわねってなって不安だっていうところを、ちぎめに、もうひたすら集め続けてるのさ。もうひたすらずっと、もうメダルをね、目を皿のようにして、まあ、中はね、コカオができるぐらいのね、勢いでずっとね、やり続けた日が2日ぐらいだったんだよね。だからその2日間が結構でかかったね。もう普通にもうね、マジでこうね、その時ちょっとタブレットでやってたんですけど、もうバッテリーが一気にね、タブレットのバッテリーがもう、足りませんっていう警告が出るので、大体の場合は、そこまで長くやらないんだ。大体減ったとしても 20% か 30% ぐらいだと思うんでね、ちょっとパーセント出てないからわかんないけど、そう。それぐらいの減りぐらいなんだけど、もうすごいね、紛れ子だけでめっちゃ減って、なんか1週間経つとその電池のなんか、あれが出るんだよね。これぐらいあなたはこのアプリに使いましたっていうのは、いつも紛れ子なんだけど、いつにも増してね、紛れ子の時間やばくなってて、40時間とかそういう感じに表示されてるんですよ。短期間になんか、こんなにこのゲーム動いてますみたいな。それ以外のアプリほとんど動いてないみたいな。もう紛れ子端末じゃん、これみたいな。こんなぐらいのね、勢いで、怖いな、今、交換に今やたら時間かかって。なんか自分iPhone とか使ってるから、わかんないんですけど、なんか結構今、紛れ子がめちゃくちゃ重いらしくて、接続エラー出まくってる人とかいるらしいけど、それ本当なのかな。チラッと見ただけで真偽は不明なんですけど、結構このパソコンでやっててもすごい重くなるなって時があるんですよね。そう。そんな時にね、ちょうどなくなったような。ただいまの CC カーツチップは、1億8753万1775ということで、1億8000あるんで、今のところね、1億8000強のね、この CC がどれぐらい増えるかっていうのを。さあ、ご希望の品を教えてちょうだい。教えてやろう、その体にな。三玉さん、もう全部交換した。今日はもう樽いっぱいじゃ済まないぐらいの、ガラ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 、ドド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 ンってぐらいのレベルで、カースチップを集めてきたんで、8701枚の、カースチップ。このカースチップどうしてくれるんだ？カースチップじゃねえや。間違えた。逆。メダルがこんなに余ってるんだ。どうすればいいんだ？あら、もう、毎度のことだから相手するのめんどくさいんだけど、仕方がないわね。1000カースチップ、何枚欲しい？全部だ。
ついに1億9000、私の CC の数は1億強よ。おし、ちょっとね、時間かかっちゃったんだけど、10回ガチャのチケットがもう取れたので、もらえたので、これを使ってね、先ほど交換したばかりの10連ガチャチケットをよろしいのですか？もちろんです。あなたの因果に起きた異変、深く探らせてもらうわ。は？あ、やばい、適当にやっちゃった。ただ目を開けるタイミングは大丈夫だ。あ、やべやべ、間違えた今。今ね、パンパンってやったらね、すべてね、忘れてね、適当なとこタップしちゃった今。完全に今ね、間違えましたね。普段やらないことやるとさ、その、言うセリフを言えなくなっちゃうみたいな。あー、今のいかんな。でもこういう時に限ってね、いつもと違う流れが来てる可能性がね、ビレゾンなのかもしれない。というね、噂がね、来たか星オンメモリアかこれ。あ、いや、うんうんうん。いや、前バイオル、久しぶりに見たな。なんかすごい、初期の頃思い出すわ、今の。完全に今のさ、初期の頃の演出じゃん。演出というか、よく見るガチャの光景。やばいな。お、来たか。また星オンのメモリアが来た。頼む。特攻頼む。特攻。いや、いいよ。これ、かわいいよ、これ。めちゃくちゃかわいいメモリアだけど、今じゃないんだよ。今じゃない！で、これも違うでしょ？ちょっと待って。取れ高という名の、なんだろう。星4メモリアを私にください。いや、むしろ今のもかなり取れ高いいけどさ。これだかいいけど、いや違うんだよ。あのね、かなり、でも、これ、実際大当たりだよね、これね。これとこれが、今回のメモリアの、イベントのメモリアだったらもうね、完璧だったね。で、石がないので、ちょっと1回ガチャでね、あんまりこれ、基金のためとか言ってたけど、もう121とかになってるから、ちょっと10枚ぐらい使ってもバチ当たらんだろうってことで、今回ね、ガチャチケ使っていきまーす。不思議。あなたの因果に変化が起きたみたい。三玉さん、さっきはちょっと何もできなかったんだ。普段と違うことをやるとやっぱ良くないみたいだな。はっそうだった。確定演出とかそういう次元じゃないんだったもう。変化が起きた。そうだよ。そうだった。クリックしたらもうインスタントに終わる。いやー、チャンスは一回しかなかったんだな。あの時だけだったんだ。変化が起きたみたい。三玉さん、くそ、これを見るしかない。見た時に限って、イロハちゃんみたいな。木球イロハじゃなかった時いいか。木球イロハだった時は、ほんと目も当てられないからな。お、緑さんだね。変化が起きたみたい。頼む、メモリアだけでいいんだ。あ、これ押すの忘れた。これ押さないと結局さ、こう、パツンってなるやつもね、あるからね。お、これもう結構気合を入れていくしかないな。変化が起きたみたい。さっ、変化が起きたみたい。やれ、あれ、ちょっとなんか誤動作しましたね。もうキューエロハ。変化が起きたみたい。頼む。変化が起きたみたい。お願いだ、変化起きてくれ。変化が起きたみたい。三玉さんに嫌われちゃったのかな。ちゃんとソウルジェムタップしなかったから。変化が起きたみたい。来い。変化とは。変化が起きたみたい。来い。来ないですね。変化が起きたみたい。頼む。マジで特攻メモリア。もうキューイロハ。もうキューイロハからの。おっさんメモリア。ちょっと全部使うのはもったいないので、変化が起きたみたい。お願いだ。うわ、本当に変化を見せない気か。変化が起きたみたい。三玉さん、輝ける変化の日々を私に見せてください。もうキューイロハ、もうキューイロハ。
木曜いろはからの大星四メモリアが来るぞ。頼む頼む頼む。勝利を私の手に、勝利を私の手のうちに。よし来た、やっと来た。いやーよかった。これ出なかったらマジね、ちょっと結構泣きたくなる結果だったね。ちょうど30回で出てくれたんで、よかったぜ。よし、ということでね、今回ね、覇王の生まれ変わりの僕が、奴らの陰謀を華麗に阻止。ね、今までで一番長いイベント名だと思うけど、このね、ガチャを回してみたという感じでした。で、なんとか特攻メモリアつけ、取れたんで、早速つけて、ちょっと周回頑張りたいと思います。ということで、じゃあ、またな！